お父さんやらなきゃいけない、お母さんやらなきゃいけない、ある意味では母さんやらなきゃいけない、部長やらなきゃいけない、管理が大変だな思うよね。そう一切は忘れないで、それが非日常の瞬間です。ありがとうございます。サッカーを切って皆さん、このゴールが頭ですね。いいよ、メインスタンド、バックスタンド、それぞれの位置の中で大騒ぎするもよし、思いを込めてですね、自分の中で思いをこの選手に届ける、いやチームに届けるのもいいかもしれません。ゴールで一喜一憂する姿、その非日常な空間、素晴らしいと思いますよ。今日は東京ヴェルディと水戸ホーリーホックの戦いとなります。ねえ、水戸から来ていただいて本当にありがとうございます。相手チームがいるからこそ試合ができます。そのリスペクトしながら、今日もね、いい一日を過ごしていただきたいと思います。勝ちもあれば負けもあればね、悔しさね、思い通りいかないことって世の中いっぱいあるじゃんね。だから全部が全部勝てるわけではないかもしれないけど、勝ちを目指すこと、これ大事かもしれませんね。ただ負けた時どうするか、相手のせいにしないのが大事ですね。なぜ負けたのか、そのね、修正しながらやっていくこと、これが一番成長するんでね、ありがとうございます。皆さんがね、思いをこうやって非日常な空間を味わえるプロスポーツ、ぜひスポーツエンターテインメントをですね、諦めて来ていただいて、非日常を味わって、そして日常をより良いものでしょう。何からスタートする、僕たちは挨拶からスタートさせていただきます。皆さんこんにちは、ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。嬉しいです、ウェルカムです、ありがとう、ね、こうやって皆さんを迎えしながら、今度は音楽にも帰り試合終わったってやるからね、東京ヴェルディどっちかというと皆さんお見送りさせていただきたいと思います。東京ヴェルディ限定番組です。場外限定番組バーフェルディがホームシーズン頭から最初の試合がある日とか2試合目となっていますよ。皆さんが少しでも早く、もう少し早くいこうかね、ヴェルディの試合を